おはようございます。チャンネル隊長の隊長です。皆さん、昨夜はよく眠れましたか？昨日ね、ワープ動画公開してここのレギュレーター交換するシーンがあったと思うんですけども、8ミリですね。買った。なんで、うわ、待って、え、なにこれ、インチ、これ、この最初からついてたこのカップ、もうこのレギュレーターもここに残しておきますわ。もうここに残して、でもこれ新しいレギュレーターをつけます。その時にね、この後悪影響がみたいなね、ダブルレギュレーター、あ、いいね、こうしますわ。もう落ちてくることないしね、もうここでがっつりはまってるんで OK。 カットが入ったと思うんだけど、そうなんですよ、壊しちゃいました。まあ、レギュレーターが原因なのかっていうのは正直ちょっとわかんないんですけれど、ちょっと今、この B のちゃん、一部動作すべき場所が動作しておりません。こんな感じです。ね、左のウィンクは前後とも動くんですけど、右側。もう、うんともすんとも言わない。右側のウィンカーがつかなくなっちゃいました。まあ、走ってる時はちゃんと動作してたんですけど、でもね、それでもね、こう右にウィンカー入れるとカチッカチッジジジジジジジカチッカチッカチッみたいな変な感じだったんですよね。で、走ってる時はまあなんとかね、まあ動いてたんですけど、で、家帰ってきて、で、もう一回確認してみようかなと思ったら全くつかなくなっちゃいましてですね。で、なんでかなっていろいろ考えたんですけど、ちょうどね、その後に昨日の動画の編集をしてたんですよ。で、自分の作業を見てる時にふと思ったんですよね。これレギュレーターじゃねえと。で、なんでレギュレーターじゃないと思ったかというと、最初からついたレギュレーターが、まあ、外れなかったじゃないですか。で、なんで僕はもう刺して、その昔ついてたレギュレーターの下にね、そのまましまい込んでたんですけど、よくよく考えたら固定されてるボルトは、ね、鉄じゃないですか。まあ、固定のステーがアースなんじゃねえかなと思いましてですね。そういうことだよね。はい。なので今レギュレーターがその今アース繋がってない状態なんですよね。まあ、ボディと今ついてない状態なんで。ってことは多分ですけど、今電気的に何かこいつがよろしくない状態ということなんじゃねえかなと思いましてですね。おそらくそれがきっかけで玉が壊れたのかなと。まあ一応ね、左側は動くんで、まあリレー自体は壊れてはないと思うんですけれども、はい。まあおそらくですが、まあそこが悪影響を及ぼしてしまって、右側のウィンカーの多分弾かなんかが切れちゃったんじゃないかなと睨んどるわけなんですけども、ちょっと正直まだ分かんないです。で、もう昨日ね、ツイッター過去現 X、まあ、あれに投稿したんですけど、昨日夕方に急いでシード岡崎まで行きました。で、そこでね、ウィンカーバルとかいろいろ買ってきたんで、ワープして最高とか言っとったけど、はい、いきなり修理です。はい、やっていきたいと思います。とりあえずね、こっちの右側のね、ウィンカーバルを一回外してみたいと思います。あれ、弾は切れてないっすね。中のね、このフィラメントっていう部分なんですけど、切れてはない、切れてない、切れてないっすね。ってなるとやっぱりあれ、やっぱそうなっちゃいます。レギュレーター見てみましょうか。これがね、ウィンカーのリレーになりますね。で、はい、これが僕が後付けしたレギュレーターなんですけど、これこのステーが多分ね、そうなのよ、多分アース、まあ、マイナスなんですよね。多分そのせいでウィンカーの動作がおかしくなったんじゃないかなと。お、いけるじゃん、いけました。え、この前全く歯が立たんかったのに。見た目はかなり腐食してるんですけど、はい、まだ使えそうなんで一応ストックということで残しておきます。はい、ちょっとパンチクリーナーで、はい、このコンタクトスプレーを使うとね、その電気のね、その流れが良くなるので、ね、ここにも書いてあるけど、電気系統の接点を復活っていうやつなんでね。はい。まあ、これをね、ぶっかけます。ちょっと試してみましょうか。治ったやないかい。爆速で治っちゃいましたね。D の修理 RPA 完了です。早っ。じゃ。はい、っていうのは冗談でございましてですね。こうわざわざちゃんとね、前後のバルブもね、買っといたんだけど、これはいざって時のために、取っておきます。で、皆さん、今日はこれだけじゃありません。私ね、スクーターっていうものをね、触ったのが、実は、この B のが初めてで、全然知らなくて、まあ、カブとかもね、まあ一応触ってはいたんですけど、カブはまたちょっと特別なんですね。まあ、ほぼもうなんかスクーターっていうよりも、本当にもうまさにバイクなんで、もうエンジンの構造とかもね、やっぱフォーストで、ツーストとやっぱ全然違うんで、
ツーストってそのエンジンの構成部品が少ないってことはまあ知ってはいたんですけど、本当に少ないっすね。もうめっちゃ簡単、びっくりする。いや、いいですね。もう構造も非常に簡単で、だけどパワーはボーストの倍近くあるって、いやもうこれロマンですよね。いやだけどね、まあやっぱ排ガス問題とかまあいろいろあって、まあもうツーストエンジンっていうのはもうなかなかねもう作られないんですけれどもね、悲しいですね。私ね、昨日シード岡崎行ってギアオイルっていうのがね売ってて、いやこれ何なんだろう、エンジンオイルとは違うのかなと思って、で調べてみたらですね、なんとスクーターってまあエンジンオイル、それとは別にねミッションオイルっていうものがねあるというのをね昨日知りまして、ヤマハ純正のですねギアオイルっていうものです。でこれどこにね入れるのかっていうとね、こちらでございます。前ここいじりましたね、プーリとか。はい、ここが一応ねそのまあ駆動系のまあ部品になります。ここにね、なんかずっとキャップがあって、気にはなってたんですけど、どうやら、ここがね、まあミッションオイル、まあギアオイルを入れる場所らしい。で、この下にね、ドレンボルトがあるみたいな感じで。でね、これちょっと今から交換してみたいと思います。入ってんのかな？そもそも入ってんのかな、これ。ねえ、どうなんでしょうか。まあとりあえずちょっとね、やってみたいと思います。これがね、ギアオイルの給油口になりますね。うわ、なんかちょっと臭いですね。うん、なんかこれもね、なんかウニっぽい匂いがするね。濃厚なウニみたいな香りがする。なんか、あれだね、古いこういうオイルって、なんかみんな海鮮っぽい匂いなんですね。で、ドレンがこの下にあります。来るよ、来るよ、来るよ。はい、どう？あ、あ、これは汚れてるのか？一応入ってるっぽいっすけど、結構少なめなんですね、これね。おー、来た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 、なんか一気にドッと出てきた。で、容量はね、これ調子乗ってこれ1リッター買ってきたんだけど、これ容量 100ml らしい。マジめっちゃ余っちゃうやん。注入していきたいと思います。ほら、うわー、これ握力つくね、これ。あー、すごい。おー、すごい。オッケー。はい、これでミッションオイル、まあギアオイルの交換が終わりました。めっちゃ白いな。おー、びっくりした。びっくりした。おかえりなぜ。こんにちは。びっくりした。こんにちは。あ、ポストないよ、さっき見た。ポスト見て、なんもないね。こんにちは。こんにちは。結構早かったね。あ、そうでもないか。乗るこれ今日。うん、ちょっと、今乗ってみる。うん、今、修理しようかなと思ったら、今、ムーカさん帰ってきたんで。修理してからにしてくれよ。いや、大丈夫。今からここ、ちょっと動きやすくするようにしようかなと思ったりなんで、もう全然乗れるんで。はい、はい、というわけで急遽始まりましたムーカさん試乗大会ということで、はい、もう B のねかなり速くなってますんでお気をつけください。いや、硬い硬いでしょう。 そう、それを今から直そうと思って。なるほど。はい、でしょう。意外とうるせえ。ツーストだからな。ね。しかもなんか白い。なんか白い。それは規制されるわけだよ。本当だよ。全くだぜ。
いやでもめっちゃ飛ぶように走るねこれ。調子だろう。この走り出しまでがめっちゃ開けてあげなきゃいけないけど、うん、一回つながった感覚あるとそこから同じ速度で回してるとビーンっていっちゃう。でしょう。ちょっと外走ってみる。やだ怖いから。どうでしたか。いや楽しいな。楽しいでしょう。使うと思う。使える全然。気軽に乗っちゃうと思う。いや乗っていいっすよ。え楽しい。え多分なんか薬局行くぐらいだったら使っちゃう。いいよ全然使って。やった。どうブレーキとかは。ブレーキめっちゃ効くね。でしょう。びっくりするほど止まった。よかった。なんかそのままキュッキャン行くかと思ったぐらい止まった。あ本当、うん。ジャックナイフしないでね。ジャックナイフ しそうだった。どう加速は。そこもめっちゃ気持ちいいね。なんか一瞬でそっちまで行っちゃった。うん、そっちまで行っちゃった。よかったです。行って帰ってこようとしたら行き過ぎそうになっちゃった。行き過ぎそうになっちゃった。行き過ぎそうになっちゃった。はい、これもっと快適にしますんで。お願いします。はい、ウィンカーちょっと入れにくかったな。そう、ウィンカーがちょっとね、硬か入れるのはいいけど、その戻す時に。ギュって。そう、なんかめっちゃ押さなきゃいけなくて、そっちに集中しちゃうとなんか危ないなって思った。でしょ、うん、それ今から直すんで。あ、お願いします。はい、バイク屋かな俺。お客さんのバイクやんこれ。すいません、ちょっと一回のここ戻すところ押し込みが硬くて。あはい、なんかすごい高反発なんで、はい、ちょっとなんか直してもらっていいですか。あはい、かしこまりました。はい、あじゃあコーヒーでもゆっくり飲んで待ってください。はい、ありがとうございます。多分 5,6 時間ぐらいで直ると思うんで。一回家帰ります。はいというわけでね、ムーカさんも言ってたんですけども、ここのね、ウィンカーのスイッチの動きがめっちゃ渋いんですよ。でこれね、こっち側だとこうやってちゃんと返ってくるんですけど、これね、ほらめっちゃ硬いんですよ。なんでちょっとこれ今からねバラして、このスイッチの周りね多分ゴミが詰まってるのかなと思うんで、それをね取って気持ちよく動くように直したいと思います。ほらこれ邪魔なんで取っちゃいます。よし、うわ出ました。で、中ね、このようにね、カバーついてますね。で、このカバーを取ります。わあ、もうゴミが詰まってますね。はい、外れました。うわあ、ゴミが、すごい。もうめっちゃ汚れてますね。これちょっとパーツクリーナーで洗浄します。わあ、いいっすね。うん、ちゃんと動作してくれるね。はい、じゃあこれ元に戻していきます。おー気持ちいい。 OK。 はい、試走してきました。いやね、このギアオイル変えたかは分かんないんですけど、走行中のね、なんか振動、もちろんアイドリングもなんですけど、振動が減りました。だからね、だいぶ走りやすくなりましたね。だからこれは多分ギアオイルの交換のおかげかなっていう感じがします。走行譜すごいっすね。もう今までね、やっぱ30キロでずっとね縛りで走ってて、で昨日はねだいぶ厚着して走ってたんで、そんな気にならなかったんですけど、でちょっとねこういう薄着で走るとやっぱりこう風をものすごく感じますね。寒い。なんでまあちょっと今後は快適アイテムとかいろいろつけてもう行きたいなとは思うんですけれども、あとね一つ気になるのがあるんですけど、燃費めちゃくちゃ悪いんですよね。昨日ガソリン満タンに入れて、今半分ぐらいしかないんですよ。いや、ツーストって普通のね、フォーストと比べて燃費が悪いらしいんですけど、こんな悪いんですか？漏れてない？これ。ちょっとなんか、心配なんですけれども。はい、有識者の方よかったら教えてください。下手したら多分リッター3とかそんなものだと思いますよ。本当に、マジで。メーター壊れてんのかなと思って、タンク中見たんですけど、ちゃんと半分なんですよね。減ってんね。ちょっと怖いですね。はい、まあというわけで、まあ今回の B のカスタム動画はですね、ミッションオイル交換、そしてこのウィンカーの修理、まあ、修理というか、まあただレギュレーター外してつけただけなんだけど、はい、それとあとこのスイッチですね。うん、このウィンカーに関しても最高、うん、めちゃくちゃ快適。もう前までね、こうなかなか消せなかったんですけど、これちゃんと消せるようにもなったし、右ウィンカー出してもちゃんと返ってくるんで、ね、すごい快適になりました。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、ご無事に。バイバイ。